安田生命 J2 リーグ第30戦浜松ホートリックスマッチ、ジュビロ磐田対アジアの岡山。ここで本日のレフリーマッチコミッショナー並びに両チームの選手を紹介します。レフリー高山博義、アシスタントレフリー鈴木範之、尾形貴弘、ボースオフィシャル大橋雄介、マッチコミッショナー入江勤。以上、マッチコミッショナー4審判員によって行われます。続いて、アジアの岡山のメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号31、梅田とは。ディフェンダー背番号16、川野良介。ディフェンダー背番号5、井上力人。ディフェンダー背番号22、阿部隆。ディフェンダー背番号10、背番号7、白井英二。ミッドフィルダー背番号24、アウリーギョ。ミッドフィルダー背番号6、木山光平。ミッドフィルダー背番号48、石毛秀樹。フォワード背番号14、上條紗季。フォワード背番号19、ミッチェル・デューク。続いてリッツァー背番号13、金山純喜。背番号4、濱田美月。背番号8、田中雄介。背番号41、徳本修平。背番号27、木村隆也。背番号18、斉藤和樹。背番号9、イ・ヨンジェン。監督は有馬健二です。ジュビロサポーターの皆さん、お待たせしました。ユナイトフォーウィン、集結せよ勝利のために。ジュビロ磐田、本日のメンバーを紹介します。Thank you.
背番号39、高野亮。